問題です。16茶が発売されたのは西暦何年何月何日でしょうか。1993年3月1日。え、すごい。ばあちゃんが言ってたもん。こだわり続けて30年、ニュー16茶。ばあちゃん、あの人？アサヒ飲料。問題です。16茶はなんで美味しいんでしょうか。いきなり？厳選された16種類の深い味わいと香りが口いっぱいに広がったと思いきや、香ばしいのにスッキリとした味わいだからじゃない？すごい。さすがばあちゃん。いいものいっぱい、こだわりいっぱい、ニュー16茶。あ、美味しい。うん、16素材が効いてるね。長年こだわり続けてますから。で、おばあちゃん何者ですか。16種類で16茶。アサヒ飲料。美味しい。新垣結衣さんです。よろしくお願いします。斉藤太陽くんです。よろしくお願いします。そして小林さとみさんです。よろしくお願いします。ちょっと変わったおばあさんだな、ファンキーだな、なんかやってたんだなって感じです。スタート。で、おばあちゃん何者ですか。日本全国行ったな。いいなぁ。よかった。16種類、はい、拳を引かせなくて大丈夫です。拳は大丈夫です。引けたっていう喜びを。長年こだわり続けてますからって、おばあちゃん何者ですか。16種類で16ちゃん。厳選された16種類の深い味わいと香りが口いっぱい広がったと思いきや、香ばしいのにすっきりとした味わいだからにゃんよ。はい、かった。おにょ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 。厳選された16種類の深い味わいと香りが口いっぱいに広がったと思いきや、香ばしいのにすっきりした味わいだからじゃない。すが、小林さん、以上で CM 分撮影終了になります。お疲れ様でした。問題です。16社が発売されたのは西暦何年何月何日でしょうか。1993年3月1日。お、すごい。よかった。はい、よかった。問題です。16茶が発売されたのは西暦何年何年何、ごめんなさい。もう一回お願いします。猫化した。アサヒ飲料。アサヒ飲料。CM 分撮影終了になります。お疲れ様でした。やったー。お疲れ様でした。そうですね、思ったよりそれで言うと思ってたよりな方だなと思いました。嬉しいです。この作品で、この作品っていうかこの CM で、私はもう小林さんが CM されてるのを子供の時から見ていたので、こう湧いてます。で、この太陽くんも一緒に撮ってるシリーズがなんかこう映画の雰囲気もあるような現場なので、小林さんが今回出演されて、さらになんかこう上質な CM になっているような感じがします。新垣さんが出演されている CM も、まあ、30年前に私がやらせていただいたということで、なんか素敵な方にこうつないでくださっていて、なんか嬉しいなといつも思って拝見していた CM で、また共演させていただいてね、思ったより背が高くって、はい、そうです。ちょっとそれはびっくりしましたけど、はい、とても光栄です。
そうですね、いやなんかイメージ通りの、自然な佇まいの、あの柔らかい雰囲気の方だなと。実際どうなのかは分からないですけど、はい、印象通りの、はい、さっき身長が高いとおっしゃってましたけど、うん、そうなんですよね、はい、なんか高いんだろうなとは思ってたんですけど、思ったより高かったそれで言うと思ってたより小柄な方だなと思いましたこの十六茶の CM に出演されてる時とかも特にそうですけど、すごくパワフルな印象があったので、こう画面からこうパワーが伝わってくる印象があったので、もっとこうもっと大きい方なのかなって、まあ、見てた時に、そのお茶の CM を見てた時に私はちっちゃかったっていうのもあると思うんですけど印象としてはでも変わらないです。やっぱりパワフルさはあるなと。そうですか、はい、思いますし、でもさっき私にも言ってくださったんですけど、あのナチュラルな佇まいの方だなってまさに私も思っていました。ナチュラルかける2、ね、うん、ナチュラルかける2、ね、いやなんかあの懐かしいっていうか、え、驚きました。なんで言われるんだろうと知ったけど十六茶が立ち上がった時からの、あのあれなのですごく懐かしかったですし、あの新しいその十六茶の CM でまたこうお手伝いできるっていうのはね、すごく光栄だなと思いました。元祖ね、本当ですよね、うん、昔はペットボトルとかなかったですからね、うん、缶の時代でしたあの撮影の中のセリフにも全国回ったんだよみたいなお話ありましたよね。はい、そうですね、あれは本当に回ったんですよね、うん、なんか時間もいろんなことも豊かな時代だったんですかね、うん、さっきあのスタッフ、あ、監督にあれは CG で本当に行かれてないんですねとか言われて行きましたっていうことだったんですけど、実際に美味しいものもいただきながら楽しい撮影でしたいろんな世の中に今お茶がいっぱい出始めて、みんなそれぞれすごく研究されているんだなと思うんですけど、やっぱりなんかこう変わったっていうか、でも昔から美味しかったですけどね、まあちょっと洗練された、研ぎ澄まされた味わい深さみたいな、そんな感じになってきているような気がします。あとさっきあの、うん、缶とおっしゃってました、はい、パッケージも大きく変わってます。そうですね、昔は渋かったですよ缶あれなんであんな渋い感じで私だったんだろうって感じですけどね、すごいこう時代、長い時代かけてもずっと愛され続けてる商品っていうのはやっぱり本当になんかこう美味しい芯が、みんなが美味しいと思える何かがきっとある商品なんだろうなというふうには思います。この自体はずっと変わらないんですか。変わらないです、ね、うん、あれ誰が書いた人がいるんですかね、誰が書いたんだろうシーソー、シーソーはもう乗ってました、ちっちゃい時に。でもここ何十年は多分乗ってないので、大人になってから乗るとちょっと怖いだろうなって思いながら、腰とか気をつけてくださいね、はい、気をつけます、ガンとかなりそうですよね。でも楽しそう楽しみたいと思います もちろんトラクターは運転したことはありません。どんな目線の高さになるのかちょっと楽しみですね。暴走しないように気をつけます。30キロがマックスらしいので。最近とてもお米が好きなんですけど、お米をいかに美味しくいただくかっていうその付け合わせみたいなのをちょっとこだわっています。その漬物を何種類か用意したりですとか、お米に合うと言われているものを用意したりとかで、たくさん食べるっていうのをこだわって楽しんでいます。お米自体にはこだわってはないんですか。お米自体にも自分の中でこれが好きだなっていうのもありますし、いただく機会もあるので、はい、楽しんでます、それぞれの良さを。
私はですね、長年、まあ、こだわってるっていうか、もうそれが普通になっちゃってるんですけど、あの朝起きてお茶を飲むときは食べない方がいいんですよね。のどかですね。ねえ、田んぼを見ながら、これは朝起きてお茶を飲むときは、あの鉄瓶でお湯を沸かしていただきます。そうするとなんか鉄分も取れる気がするし、実際こう冷めた後の味もね、なんか違うんですよね。うん、お水の味も。どれぐらいの長さ続けてらっしゃる？10年は続いてるんじゃないでしょうか。うん、鉄瓶もあれなんか育ちますよね。そうそう、そうなんですよ。あの私買ったの南部鉄のやつなんですけど、ちょっと赤いやつにしたんですよ。なんか馬がついてる。その馬もいい感じになんかこう落ち着いてきました。私猫飼ってるんですけど、猫ってこの指の間にこうちょっと毛が生えるんですよね。でそれなんか見ててなんか気になってて、でそれでやっぱり床とか滑りそうなので、あのその間の毛をキャーって切ったんですよ。そしたらすごいなんかほわほわの毛がいっぱい取れて、もうこう肉球もちゃんとすっきり出てきて、すっきりしました。歩くのもなんかいい感じみたいな雰囲気です。その気持ちめちゃめちゃわかります、ね。はい、犬を飼っているので、うん、犬の肉球、ね、ここの隙間の毛気になるよね、はいはい、私も自分で家でトリミングするので、ね、そうなんだ。すっきりする。すっきりします。わかります。あの可愛い肉球がしっかり見えるの、うんうん、とてもいい気持ちです、ね、うん、共感していただいた、はい、掃除が割と好きなんです。それこそ犬飼ってるので毛が落ちたりとかするから結構こまめにやってるんですけど、年末の掃除で、うん、あのトースターの中とか、あすっきりする、はい、それはこうお風呂場のもっと奥の方とか、まあ、そういうのを掃除してすっきりしました。トースターはすっきりするよね、はい、いつの間にかみたいなパンくずが溜まってたりとかするんで、そうなんですよ。ちゃんと重曹を使って、あーすごいつけて、すっきりしました。すごい。今回の CM では十六茶の美味しさの秘密について斉藤太陽くんとクイズを楽しんでいるのですが、そこに太陽くんのおばあちゃんがやってきて、実はそのおばあちゃんがまさかのという豪華ゲストを迎えた30周年ならではの特別な CM になっています。美味しい。